今回は静止画から被写体をマスクして縁取りをつける方法について紹介します。ご自身で素材を用意してもいいのですが、練習用として概要欄にリンク貼ってますので、そちらからダウンロードして練習をしてみてください。はい、ではまずメディアプールに素材をドラッグ&ドロップで配置します。ダウンロードした素材をメディアプールに配置しまして、そこからこのようにドラッグ&ドロップで配置を行います。でこちら写真のデータになっていまして、アスペクト比が実際の動画の画角と合っていませんので、こちらサイズを調整したいと思います。インスペクターを開きまして、ズームですね、こちらで拡大を行います。はい、今回この女性の被写体ですね、こちらをマスクして、で縁取りをつけていきたいと思います。はい、では縁取りの方を行っていくんですけども、今回はフュージョンページで行いたいと思います。フュージョンページの移動はこちら再生ヘッドが、このクリップになるところでフュージョンのアイコンクリックして移動するか、もしくはクリップを選択して右クリック、この中にフュージョンページで開くというのがあるので、こちらを選択して移動してください。まあ、どちらの方法でもフュージョンページ行きますので、お好みの操作で移ってください。はい、ではマスクの方を作っていきますが、そのマスクの形状を作るのが多角形のツールになります。この真ん中にあるツールバーですね、ありますが、この中のこちら多角形というのがありますが、これをドラッグアンドロップでノードエディターのところの空いているところに配置してください。できればメディアイン1に近いところに配置を行ってください。まだこの段階では接続はしないでください。そうしまして、こちら画面ですね、今2つ表示されてますが、1画面にしたいと思います。この右上のビューワーですね、こちらをクリックすると1画面にすることができます。でここでポリゴン1を選択しているっていうのを確認しまして、ここからですね、この被写体のところ多角形で形状を囲っていきます。はい、こう拡大しながら行っていきますが、まあ、このようにマウスでこのように縁をこうクリックしていくと頂点が追加されていきます。まあ、このように多角形を作って、この被写体の周りを囲ってください。で今回は私はですね、ペンタブを使って行いたいと思います。これマスクはペンタブ使うと非常に便利ですね。はい、こういう調整もこのようにペンでやるとすごくマスクを描きやすいです。はい、マスクの方完成しました。そうしましたら、このポリゴンですね、今作りましたポリゴンのマスクですけども、こちらをメディアイン1のマスクの方ですね、青色の矢印に接続します。はい、そうしますとこのように画像がフィルターされて、被写体の女性がこのようにクリップされます。しかしながらよく見ていただくと、女性の左手と左足の間、こちらにまだちょっと残っている部分があります。でこちらを取り除くマスクも作っていきたいと思います。一旦こちら接続を解除します。同じように多角形のツールを追加していきます。ドラッグ&ドロップでこちら追加していきます。ポリゴン2というのが追加されてますので、こちらを選択している状態で同じように画面上でポイントを追加していきます。はい、あともう一箇所、ここ少し大きい空間がありますので、もう一つここをマスクしていきたいと思います。もう一つ多角形を追加していきます。はい、ポリゴン3というのが追加されましたので、こちらを選択して同様に形状を追加していきます。はい、これでマスクの準備ができました。こちらポリゴン2とポリゴン3は抜き取る領域になります。でこちらの2つのノードをマージして1つにまとめたいと思います。こちらのマージノードをドラッグ&ドロップで配置します。そしてこの2つを接続して合成していきます。
で普通に接続してしまいますと、まあ、このように青に接続されてしまいます。この青というのはマスクの処理になってしまいます。ですのでこの青ではなくて黄色と緑に接続するように接続を行ってください。2と3は逆でも大丈夫です。そしてマージ1を表示させます。はい、そうしますと抜き取る領域がこのように合成されて一つになりました。今度はこのポリゴン1とこの抜き取る領域、これを合成していきます。でこちらも同様にマージノードで接続を行っていきます。はい、こちらも同じように黄色と緑、マージ1の出力、これを緑に接続してください。でこのマージ2を表示させます。そうしますと、まあ、この先ほど作ったポリゴン2とポリゴン3ですね、こちらがまだ抜き取られていない状況になっています。でこれ普通に合成してしまいますとこの3つの領域が全て合わさった形になってしまいます。やりたいのはこのポリゴン1からこのポリゴン2とポリゴン3、この領域を引き算したいということになります。でその処理はですね、このマージ2を選択していただいてインスペクターのところでこのオペレーターのところですね、ここのところの排他的論理はこれを選択してください。そうしますとこのようにポリゴン2と3の部分が抜き取られてこのように被写体の形状が出来上がります。この排他的論理はというのはどういうものかというと、白いところと白いところ、もしくは黒いところと黒いところが重なるところが透過されます。まあ、ですので今このポリゴン3とポリゴン2が白いところとポリゴン1が白いところ、つまりここの重なりの部分ですね、ここが透明化されます。まあ、排他的論理はというのはそういう演算となっています。まあ、この演算もちょっと難しいですが、まあ、ぜひ覚えていただければと思います。はい、そうしましたらこのマスクが出来上がりましたので、このマージ2をこの下に接続します。そしてメディアン1を表示させます。そうしますと綺麗に抜き取られているのが確認できます。でここまでが被写体のクリップ処理、マスク処理になります。ここから縁取りの枠を作っていく作業となります。でその方法ですけども、切り取ったこの被写体ですね、これを10のビットマップに変換します。そしてこのビットマップを膨張のツールを使って膨張させて膨らませて、その膨らませた領域を色を変えることで縁取りを作っていくと、まあ、そういった流れになります。ではその方法を実際にやって作っていきたいと思います。でまずこのメディアン1をビットマップ化します。白黒の映像にします。その方法ですけども、エフェクトライブラリを開きまして、ツールの中のでマスクの中にあるこのビットマップ、これをドラッグアンドロップで配置します。そしてこのメディアン1の出力をこのビットマップに接続します。はい、このビットマップ1を表示させてみたいと思います。そうしますとこのように白黒化されています。で今度はこの白いこの映像ですね、これを膨張させていきます。そのツールですけども、エフェクトライブの中にあるフィルターですね、こちらを選んでいただくと、この一番上に侵食膨張というツールがありますので、これをドラッグアンドロップで配置を行います。そしてビットマップからこちら侵食膨張のノードに接続します。これも普通に接続しますと青色に接続されてしまいますので、こちら黄色に接続するように行ってください。はい、そして今度これの侵食膨張のノード、これを表示させます。でこの状態では何も変化ないんですけども、インスペクターの方でこちらですね、適用量という値を大きくします。そうすると、まあ、値を大きくするとこのように膨張していきます。まあ、逆に下げていくとこのように侵食して小さくなっていきます。ちょっとこれを大きくしたいと思います。まあ、0.002 ぐらいにしたいと思います。あとフィルターのタイプですけども、まあ、どのように膨張させるかという視点になります。で今回こちら円形を使いたいと思います。円形を使うと、まあ、コーナー部が、まあ、ちゃんとこう丸まった状態で膨らんでくれると
というものになります。まあ、こちらお好みで変えていただいてもいいかと思います。まあ、今回この円形を使ってやっていきたいと思います。そうしましたら今度こちらの色を変えたいと思います。まあ、その色というのが縁取りの色になります。でツールバーにある一番左ですね、この背景。これをドラッグアンドロップで配置を行ってください。そして色を好きな色に変えてください。縁取りにしたい色になりますね。で今回黄色にしたいと思います。そして先ほど追加した膨張のノード、これと接続を行います。今回はマスクにつないで大丈夫です。そうしますとこのバックグラウンド位置を表示させますと黄色に変化しています。エフェクトライブラリを閉じまして2画面にします。でメディアイン位置とバックグラウンド位置、今表示されてますが、この2つを合成させていきます。一旦このメディアイン位置とメディアアウト位置、これを接続を一旦切ります。そして、マージノード、追加を行います。これで合成を行います。で、今度、この色を注意していただきたいんですけども、黄色がバックグラウンド、で緑がフォアグラウンドになりますので、黄色を下側、で、この女性の被写体をフォアグラウンドに設定を行います。ですので、バックグラウンドノードをこちら黄色に接続を行います。そして、メディアイン1の出力、ここから緑色、フォアグラウンドに接続を行います。あとはメディアアウト1に接続するだけとなります。では、完成の方を見ましょう。メディアアウト1を表示させます。はい、そうしますとこのように縁取りができました。あとはエディットページに戻っていただきますと、まあ、このように縁取りがついた状態で映像が完成します。あとは好きなスタジオを配置していただければ、まあ、こんな感じで女性の被写体だけクリップされて、このような黄色の縁取りがついた状態で合成することができます。あとお好みですけども、再びフュージョンページに戻っていただきまして、でこの縁取りを少し光らせたいという場合ですけども、エフェクトライブラリー で、この中にブラーというのがありまして、こちらグロー、まあ、ソフトグローでもいいと思うんですけども、こちらを追加します。バックグラウンド1を選択した状態で、こちらクリックすると自動的にこのバックグラウンド1の後ろに追加されます。でグローというのはこう光らせるというツールになっていまして、まあ、このように、まあ、滲むような形でこう光らせてくれる、まあ、そういったエフェクトになります。ソフトグローも同様なエフェクトになります。で、グローの程度とかもこのように変えることができます。まあ、このようにして、まあ、いろんなエフェクトをこう追加することで、まあ、よりこう、縁を際立たせるといったそういった効果を追加することができます。まあ、いろいろ試しながら追加してみても面白いと思います。はい、今回の解説は以上となります。もしこの動画が参考になりましたら、高評価、あとチャンネル登録されてない方はチャンネル登録よろしくお願いします。で、あとメンバーシップも行っています。私が作ったマクロのテンプレートを特典として配布していますので、もしご興味のある方はぜひ参加の方を検討してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。